ちは、元気やでお金はないけど時間あるよ。ああ、よかった。いいから言うやん。もちろん使うわけですよ。もちろん断捨離かできるよ。で、お金を貸してっていう話じゃないんですけども、ちょっとね、聞いてほしいんだけど、私の横に住んでいるおばあちゃん、85歳になったそうなんだけど、一人暮らしで大変みたいね。昔は畑やってたのに、最近は確かにやってないっていうのはよう聞きますね。そうそう、ね、うん、そうそう、昔はね、白菜とか食えてんけど、なんか最近腰や膝が痛くて、ゴミ出すのが大変って困ってました。ああ、それ私も聞いた、よう言うてはるわ。で、他にもね、私の家の前のおじいちゃん、ゴミの分別ややこしいって、プラスチックはどれなんか、燃えるゴミなんかとかいうのがわからへんって言ってた。私もよくわからんから間違えて言えそうになる時もあんねんけども、まあ言われてみればそうやんね。ねえ、あんまり地域でゴミ出し、ね、困ってる人増えてきてますんで、あれやったらさ、一緒にさ、ゴミ出しやらへん。もう困ってる人の。でも手伝いたいけど、私も忙しいしな。もう一回一回では。では、まあ、二人じゃなくてさ、さっきお金ないけど暇やよ。だから、部長さんとかさ、喫煙員さんとかサロンとか、子供会の、子供会に、声かけてさ、手伝ってもらおうよ。無理なくできる範囲でやってねえへんって。ゴミ出しだけでその人たちは助かるんかな。そう、ゴミ出しだけじゃなくてもね、メリットあるんやで、他にも。例えば、活動することによっても生きがいにもなるし、最近孤独死って増えてきてるよね。高齢者の見守りにもなるし、地域がきれいになる。もし、子供さんも参加してくれたら、世帯間交流にもなりますよね。で、子供の環境美化の意識も高まるし、助け合い活動っていうのは無理なく楽しく続けられることが大切なんだよね。要支援と要介護の人でも参加できる活動もあるので、まず週に一度だけでも短時間でもやってみいひん。でもどうやって進めたらいいかわからないし、まだやってくれませんね、なかなか。じゃあもう一押しします。ではなら、まずね、手順的には、区長さんとか民生委員さん、地域住民に、チラシを配って、ね、2人じゃ大変やから、チラシを配って一緒に手伝ってくれる人を見つけようよ。それから、ボランティアの募集ですね。で、あとゴミ出しに困っている高齢者の、募集も合わせてしようよ。で、次に、ゴミ出しを必要としている高齢者とかボランティアさんをリストアップして、誰が何の役を行うか役割分担を決めていこう。ごめんなさい。で、あと困った時とかね、大変な時があったかんからマニュアルも作っていこうよってね。どう？なんかそれやったら私にもできそうかなという感じでちょっとした小芝居もあるから。